ジェームズ・モーリス・ャビンは、アメリカ陸軍の軍人。最終階級は中将。第二次世界大戦において召喚に昇進し、第82空挺師団長に就任した後も常に、第一戦の兵士たちと共に、空挺作戦でパラシュート効果を行ったため、ジャンピンジム、ジャンピングジェネラルと呼ばれた。また、 伝統的に士官が所持する拳銃を持たず、一般兵士と同じ M1 ガーランドライフルを装備するのを好むことが内部で広く知られていた。ギャビンは1907年3月22日にニューヨークのブルックリンでライアン夫妻の子として生まれた。この時、親が役所に届け出た名前はジェームズ・ナリー・ライアンであった。2歳の頃、ブルックリンの自子寺院の女子修道会に預けられ、 1909年にギャビン夫妻に引き取られるまでここで過ごした。ギャビンの養父はよく働く炭鉱夫であったが家計は苦しく養父が家族を養うのを手伝うため12歳で学校を辞めて働き始めた。養父母がギャビンに炭鉱夫になることを望んでいることを知ったギャビンは限られた機会しかない将来に見切りをつけ1924年3月の17歳の 誕生日に家を飛び出して夜行列車でニューヨークへ行き仕事を探し始めた。この時ギャビンは行方不明者として警察に通報されないよう家に電報を送っている。1924年3月の終わりにアメリカ陸軍の長母官と話をしたギャビンはアメリカ陸軍へ入隊することを決意した。しかし十八歳に満たない志願者は親の同意書が必要であり。 養父母が決して承諾しないであろうことを見越していた。ギャビンは長母官に孤児であると告げ、他の孤児二人と共に、その長母官が後見人になることで、アメリカ陸軍に一兵卒として入隊することができた。1924年4月1日、ギャビンは宣誓式を終え、ホートシャーマンの砲兵隊で基礎訓練が行われ、155ミリ砲の要員を務めた後、 パナマに配属された。パナマは快適には、ほど遠い勤務地であったが、良い情感に恵まれている。パナマ勤務の頃のギャビンは、空いた時間を、図書館に置いて本を読んで過ごしていた。この時ギャビンは、家族を養うためとはいえ、12歳で学校を辞めた、ことによる、教育の欠如を通列に感じていた。また、ギャビンは、自身の好奇心を満たすために勤務地の近くで、 小旅行を行うこともあり、この姿を見た上官のウィリアムズ総長は、その可能性を見込んでギャビンを副官にした。ギャビンは、入隊から6ヶ月後には五条に昇進した。その後、ギャビンは、上官のウィリアムズ総長の助言もあって、陸軍士官学校に入学することを決意し、健康診断に合格、基礎教育が不足していたギャビンは1924年9月1日から、 近所の学校で準備のための教育を受け、さらに上官であったバーシブラック中尉に家庭教師を依頼し、大数学、幾何学、英語及び歴史について学んだ。そして予備試験に合格し、受験資格を得た。1925年の夏、ギャビンは陸軍士官学校に合格した。この時、ギャビンは18歳であり、経験年数の不足を隠すため、 願書に21歳と書いた。ウェストポイントでのギャビンは、講義を理解できるだけの基礎教育を受けていなかったことから、毎朝4時30分に起床して、バスルーム等で教本を読む等の努力をしていた。このような困難にもかかわらず、ギャビンは4年間にわたる士官の教育過程を終え、1929年にウェストポイントを卒業し、商位に任官した。また、 小位に任官した直後の九百二十九年九月五日に、イルマという女性と結婚した。空挺手段の創設ハスキー作戦九百四十三年七月十日から実施されたハスキー作戦では、攻撃の先方となる夜間の空挺降下に、第五百五落下山不評連隊長として参加し、軽不評である敗下の空挺部隊を持って、連合軍の上陸地点へ攻め寄せようとした。 ヘルマン・ゲーリング師団の進撃を上陸部隊との合流まで食い止めるなどの激戦を経験している。詳細はハスキー作戦の項が詳しいのでそちらを参照されたい。ノルマンディ上陸作戦1944年6月6日に実施されたノルマンディ上陸作戦では攻撃の先方となる夜間の空挺効果に第82空挺師団副師団長として参加し、 配下の部隊が、夜アの混乱の中で、機場演習からの会議の途中にあったドイツ軍の第91クルーユフ表紙団長のビルヘルム・ファレー、少々と遭遇し、これを殺害、早朝には、サントメール・エグリーズの街を解放した。詳細は、ノルマンディ上陸作戦の項が詳しいので、そちらを参照されたい。マーケットガーデン作戦マーケットガーデン作戦の、 実施直前にマシューリージウェイの公認として第82空挺師団長に就任1944年9月17日から実施された同作戦では師団を率いて内命編地区にパラシュート降下した詳細はマーケットガーデン作戦の項が詳しいのでそちらを参照されたい第二次世界大戦後のギャビンは1948年7月に 人員という女性と再婚した。時代の戦争の中心としてミサイルに注目し、これが入れられずに1958年3月に中条でアメリカ陸軍を退役した。8月、ミサイル防衛のための海外基地展開を解く宇宙時代における戦争と平和を出版した。退役直後、ギャビンは工業に関する研究及び、 そのコンサルタント業務を行っていたアーサー・ディ・リトル・インクという会社に再就職し、1958年に副社長に、1960年には社長に選出され、1977年までこの職を務め、この会社を年賞1000万ドルの国内企業から年賞7000万ドルの国際企業に発展させた。また、1961年に、 ケネディ大統領からフランスとの外交関係の修復のため在フランスアメリカが修国大使として勤務するよう依頼され社長業を休職して1961年から1962年において在フランスアメリカが修国大使を務めた1990年2月23日にメリーランド州のボルチモアで死去した次の映画で軍人時代のギャビンが描かれているまた 両方の映画でギャビン自身がアドバイザーを務めている。ありがとうございます。